今日のお題はシュエ、ロンロ。シュエ、ロンロって確かパラリンピックのマスコットキャラクターだっけ。2022年の北京パラリンピックの公式マスコットキャラクターだね。赤い提灯みたいな感じのキャラクターだったよね。そうだね、モチーフはランタンであり、シールを基調としているよ。そして頭の先頭は鳩と北京の天壇をイメージしていて、平和と北京の特色をアピールしているんだ。あとは顔のところの白い模様だね。この模様は雪わらわしていて、中国のことわざ節々長報ね、冬に降る雪で実りある年となるを表現しているんだ。そのことわざってどんな意味なの？このことわざは、雪が多く降るのはその年が豊作になる前兆であるという意味を持っているよ。ことわざをキャラに落とし込むってすごいよね。